どうも皆さんこんにちはチャックバスです。えー、本日はですね、イベリア航空のバイマイル50%キャンペーンがね、始まりましたので、今回ね、こちらを解説していきたいと思います。えー、まずね、このイベリア航空って皆さん知ってますか <laughs> これね、スペインのマドリードに本社がある航空会社で、グループはね、JAL などのワンワールドにね、まあ、所属している航空会社なんですよね。 で、親会社がですね、まあ私の動画でもね、何回かね、あのキャンペーン紹介させていただいたんですけども、ブリティッシュエアウェイズっていう航空会社と同じね、親会社なんですよね。ですんで、まあ今回のこのバイマイルキャンペーン、まあこちらね、イベリア航空のマイレージプログラムのバイマイルキャンペーンなんですけども、まあそれがね、購入してイベリア航空のマイルをゲットしたらですね、そのままブリティッシュエアウェイズの マイレージサービスにですねまあ10日でまあ移行できるんですよねですのでまあ買った分そのままブリティッシュエアウェイズのねマイレージサービスに移行できますんで、まあ、今回ね、まあ、こちらおすすめっていう感じなんですよねでまずね注意点先にえ言っときたいところがありましてこのブリティッシュエアウェイズもまあイベリア航空もですねマイレージプログラムのアカウントをね作成してから90日経過しないと この移行っていうのはねできないんですよね。ですので、まあ今回のあのこのキャンペーン利用できる方ですね、もうすでにあのアカウントを持っている方は限定になってしまうんですよね。ですので、まあ今後ねもし利用していきたいなって思う方は、あの今回のねこのタイミングでねアカウントだけ作っていくことをお勧めします。 まあそうしないとね、次回またこういうキャンペーンがあった時にですね、まあ、利用できなくなってしまいますんで、まあ、個人的にはね、まあ、アカウント作るのはまあ無料ですんで、まあ、作っておいていただけたらなと思います。で、バイマイルキャンペーンのね、詳細いきたいと思うんですけども、もうね、始まっておりまして、2020年の2月の28日まで。 っていう風になっております。で、これね、日本時間だと29日の、えー、朝8時までっていう風になっておりますんで、こちら注意してくださいね。で、こちらね、ボーナスが、えー、最大50%ボーナスマイルということで、過去最高になっております。で、えー、ボーナス条件なんですけども、 まあこのブリ、えー、イベリア航空もねブリティッジシュアーズもアビオスっていうマイルサービスなんですけども、えー、2000円アビオス以上ね、えー、購入でまあ50%ね、えー、ボーナスがつく感じになっておりますで、えー、マイル単価なんですけどもちょっとねざっと計算させていただいたんですけども、えー、2万アビオスを購入すると、えー、1万アビオスねボーナスでつきますよね 50なんで、まあ、これをえ合計するとまあ3万アビオスになって385ユーロになるんですよねでこれがえ4万6200円になります、えー、これをですね1ユーロ120円で計算するとえ単価ですね1.54円ということなんでまあ一般的にねマイレージサービス のえー、マイル単価だと、えーまあ、大体2円を切ればいい方っていう風に一般的には言われてますんで、まあ、かなりいい方だと思うんですよね。でこれねスペイン版のグルーポンっていうところでね格安3倍されることもあって、まあ、これねさらに値段下がることもねあるみたいなんですけども、まあ、ちょこちょこねトラブルもあるらしいんで付与されないみたいなね、まあ、個人的にはですね、まあ、やってみたい方はまあやってみ いたただけけらなと思うんですけども、まあ、個人的にはあんまりおすすめできないかなっていう感じなんですよね概要欄にねそちらも貼っておきたいなと思いますでイベリア航空からブリティッシュアウェイズのねマイレージサービスの移行方法なんですけどもこちらねオンラインでできるんですけども個人的にはですねブリティッシュアウェイズの日本語デスクに連絡してあのお願いした方がね 早いんですよね、まあ、ちょっと電話番号ね概要欄に貼っておきますので、もしねあのオンラインの方法を知りたいという方はですねまあ、そちらの動画もねまあ、作っていきたいなと思いますので、コメントいただけたらなと思います。で、えー、次に、ね、ブリティッシュエアウェイズのマイレージサービスの基本スペックですね。えー、まず、有効期限が3年間。でこちらね、ね移動があればね。 延長っていうふうになりますんで、まあ、実質はなしっていう感じですね。で、特典発見、えー、航空券の発券先は、えー、誰でも OK っていうことで、まあ、ANA とかね、JAL の場合は、えー、親族だけっていうふうになっておりますけども、そういう縛りはありません。で、えー、申し込みの締め切りなんですけども、特典航空券ですね。こちらね、3日前まで、えー、申し込めるんですよね。ですんで、えー、かなりいいですよね。だから直前の発見とかね、かなりいいです。 で、えー、日程のね変更、えー、キャンセルですねこちらは、えー、5740円、えー、電話の場合は、えー、プラス2000円かかってきますので、えー、そこは覚えておいてください、えー、次にですね、えー、おすすめの路線なんですけどもこのブリティッシュエアウェイズの a、えー、ビ i o s ていうマイレージサービスはですね、えー、2019年の7月ぐらいだったと思うんですけども、えー、変わってしまったんですよね まあそれまで、えー、国内移動の、えー、一番お得な航空会社ってブリティッシュアウェイズだったんですよ。まあ、今ね、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのがだたいね、羽田空港拠点だと、まあ、5000マイルでね、鹿児島とか、えー、札幌とかね、利用できますけども、まあ、これね、伊丹とかだと札幌、沖縄とかもね、まあ、5000マイルで行けちゃうんですけども、 まあこれが今ねあの最安値っていうふうになってるんですけども以前はねこのブリティッシュ・アウェイズが4500マイルで、まあ、羽田から函館とかね、まあ、私あのマリオット・ボーボーでねプラチュラチャレンジをまあ箱館の4ポイントで行ったんですけども、まあ、その時もねこのブリティッシュ・アウェイズのマイレージサービスで、まあ、4500マイルでね 行ったたりしてたんですよ、ねまあ、これかなり良かったんですけども残念ながらねちょっと上がってしまって、まあ、今現時点は、えー、東京北海道東京、えー、鹿児島、えー、海外だと釜山、えー、とかね、まあ、そこら辺が6,000マイルっていうふうになっておりますで大阪だと函館鹿児島とかですね、まあ、そこら辺が6,000マイル。 いう感じですねまあ、これ羽田から、えー、那覇とかだとまあ、9000アビオスですね失礼しましたで、えー、羽田石垣とかですね、えー、1 1000アビオスっていう感じでまあ、基本的にはね短距離路線っていう感じですよね、まあ、羽田から北海道とかね鹿児島とかね、まあ、そこら辺の6000マイルっていうのはねまあ、結構いいかなと思いますで先ほど説明した通りですね、えー、3日前までこちらでね利用できるんですよねこれ結構おすすめポイントなんですよ 先ほど言ったユナイテッド航空のマイレージプラスだと30日以内だったと思うんですけども、えー、直30日以内にねあの発見すると、まあ、本来5000マイルで利用できるところが8500マイルにねかかるようになっちゃったんですよねちょっと前に。ですのであの直前の発見はね あのユナイテッド航空のマイレージプラスよりねこのブリティッシュアウェイズのアビオスの方が、えー、お得に利用できますんで、まあ、このね直前発見って言えばっていう感じでね覚えておいていただけたらなと思うわけなんですよね、えー、次にね国際線のおすすめ路線なんですけども国際線はですね、まあ、これブリティッシュアウェイズのアビオスで、えー、キャセイパシフィック航空のね、えー、航空会社の,、ま、あの飛行機は取れるんですよね これの香港から日本路線のビジネスクラスですね。これがね、おすすめですね。ビジネスクラスだとですね、まあ、香港のキャセイパシフィックっていうランジがね、かなり豪華でね、そこも利用できるわけなんですよ。ですので、えー、おすすめ路線としてはね、大体いいそんな感じかなっていう感じなんですよね。それ以外にはですね、あのオフピーク、 っていうのがね結構ブリティッシュアウェイズの場合日本路線はねオフピークはかなり多くて東京ロンドンはね19,500アビオスでね利用できたりとかビジネスクラスだと7万5,000マイルまあこれだとまあかなり多いですけどもねまあでもねこの一気にねアビオスの場合一気に必要マイル数落ちることが結構あるんですよねまあ私の動画をね結構見ていただいている方は、まあ、知ってると思うんですけども昨年のね くれぐらいだっったたと思うんんででですすすけどもあったんですよねねアビオスです、ね、東京ロンドン間がね利用できたんですよ1万マイル切ってるんですよ東京からロンドンの必要マイル数がこれすごいですよね、まあ、こういうこともですねあのアビオスあったんですよねですんで個人的にはですねこのブリティッシュアウェイズのアビオスのマイルっていうのは まあ大体ね、2万マイルぐらいはね、持っといてもいいのかなって個人的には思うんですよね。いや、東京からロンドン1万マイル以下で行けるって言ったら、まあ、ちょっとね、あの、ロンドンっていうのはね、ちょっと税金高いって結構有名なんですけども、でもね、1万マイル以下で行けるんだったら悪くないですよね。うん。 ですんでね、まあ、今回のキャンペーンに限らずね、まあ、このイベリア航空の、えー、バイマイルキャンペーンで結構ね、ちょこちょこやってるものなんで、まあ、今回ね、あの、アカウント作成でね、条件でま、90日以内ね、あのー、購入できないので、まあ、今回購入できない方でもですね、まあ、ひとまずアカウント作っていただいて、えー、次のね、キャンペーンの時にま、購入できたらね、まあ、今年もしね、同じようなキャンペーンがあれば、本当に日本からロンドンまでね、 え、1>, 1万マイルぐらいでいけるかもしれないんでね。ぜひね、あの、アカウントだけでもねえ、作っといていただけたらなと思います。それではね、えー、今回の動画は、えー、こんな感じで終わりたいと思います、えー。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです、えー。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。